今日はね、この後ちょっとキャリアについて考えたいんですけど、またね、せっかくなのでちょっとライフチャートを、さっき書いてもらったライフチャートを入り口にしながら、さらにいろんなことをね、気がついていきましょうね。はい。で、実はね、僕気がついたんですよ。何の制約もなかったらどうしたいっていう質問も素晴らしい質問なんですけど、なんかね、こういうキーワードを入れるとね、結構うまくいくケースが多いなっていう、質問の仕方とか質問に混ぜ込みたいキーワードにね、気がついたんですよ。で、それが何かっていうとね、プライスレスっていうキーワードね。プライスレスで、お金じゃ買えないものがあるってね、何カードでしたっけね、なんかプライスレスな体験で、ね、なんとかかんとかね、なんとかいくら、なんとかいくら、なんとかプライスレスってあるじゃないですか。で、ああいうなんか本当にプライスレスな未来とか体験って何なんだろうっていうのを一緒に考えてみるっていうのが、実はコーチが何の制約もなかったらって言ってることに近いし、本人ももうなんか値段つけられないぐらい素晴らしいものって何なんだろうか、貴重な体験って何なんだろうと思うと、また別のこうちょっと回路が開いたりすることもあります。で、今からですね、ちょっとね、プライスレスコーチングをしたいと思う。プライスレスコーチングって値段がつかないコーチングな感じがしますけど、プライスレスな体験について聞いていくコーチングをちょっと、この2人でしてみたいと思います。で、今日はこの後キャリアをテーマにしますので、仕事のことについては必ずプライスレスな未来ってどんななのかっていうのをちょっと聞いてみます。で、その前にちょっと練習としてですね、仕事以外の1個なんかこのジャンルで素晴らしいことが起こったらいいなっていうジャンルをちょっと1個選んでもらいたいので、自分のライフチャートを見てですね、なんか1個仕事以外のところでね、なんか1個ここで素晴らしいことが起こったらいいなというのをまずジャンルだけ決めちゃいます。はい。どこにしますか？どれでもいいですよ。はい。決めた。はい、OK。はい、OK。はい。じゃあ最初のクライアント決めてください。はい、どうぞ。最初のクライアント。はい。最初のクライアントどっちがやりますか。はい。OK。いい。で、クライアントやる人、はい、クライアント、はい。で、どのジャンルでも構わないので、もう一個ね、もうなんか。ダーツ投げても何でもいいぐらいだから、ちょっと1個決めちゃってくださいね。どれでも構いません。はい。で、なんか丸つけるかチェックするかなんかちょっとして、見えるようにどれか分かるようにしておいてくださいね。はい、これですと。はい、はい、OK。 はい。さあ、そうしたらやり方は極めて簡単です。やり方は極めて簡単。もうね、コーチのノリのみコーチのノリのみで、もうとにかく、ちょっとプライスレスな未来教えてよっていう感じで、例えば、もっとプライスレスなやつってこう言いながら、で、とにかくバカみたいなことを言ってもらってください。バカみたいになんか、要はできもしないことでも、どうやったらいいか分かんないことでも構わないから、とにかくプライスレスっていうキーワードでノリで、もうちょっと教えてっていうのと、あと他にはとかもっとないので、もうどんどんとにかく出してもらうというのを、まず一つ目のジャンルでやってみたいと思います。はい、じゃあ、ふみえちゃん、はい、来てください。拍手お願いします。はい。さあ、じゃあ、仕事以外で1ジャンル選ぶとしたらどれにしましょうか。じゃじゃん。はい、楽しみのプライスレス行ってみたいと思います。はい。もうこんなことができたらプライスレスな楽しみ教えてください。ああ、もうね、行きたいところに行く。行きたいところに行く。例えば、はい、もう海外のこの人に会いに行きたいと思ったら、行ってどんなことする。会って食事したりなんとかしたりして、いろんなところ見たりして、いろんな知識わーって言って。次こっち行きたいみたいな、とかもう行きたいところに日本中、世界中どこでも行きたい。例えばなんかどんな人と会ってみたいとか、どんな自分になりたいとか、なんかもうプライスレスって感じするパリで、はい、社交界デビューしてるような人たちとお会いし て、はい、なんか私コーチングっていうのをやってて、こういうふうにそれすごいですねって言って、私のなんか仲間をこう紹介しますって、その人と紹介してもらったりして、でどんなことしたいですか。その紹介してもらって、なんかどんな風に楽しみたい。それすごいですねって言ってもらって、なんかこう自分もその人と関わりながら、あ、ちょっと私も社交界デビューしようかな。あら、社交界デビューしようかな。社交界デビューしてどんなことが起こったりとか、どんな人と会ったり、何できたら楽しいですか。なんかすごい楽しみ、世界中の、なんだろう、こう実は、上のステータスの人って全部つながってると思うから、そういう人たちとどんどんつながり合って、実は私、ニュージーランドで知り合いがあるから、ぜひ紹介したいって言われたら、行く自家用ジェットで行っちゃって、みたいな。自家用ジェットで行って、ああ、仲もすごい素敵だし、ああ、いいねって言って。ニュージーランドでどんなことがあったら、例えば、なんか楽しいなとか、もう最高人生って思うんでしょ。
こうやってただひたすらノリで聞いててくださいね。で、何でもいいです。で、とにかくコーチはその練習ですから、もうとにかく徹底して、やっていきます。さあ、やりやすいのはどうも立ってた方がやりやすいということが分かりましたね、はい、なので1個ジャンル選べたと思いますから、ちょっと立っていただいて、はい、もう立って体を動かしながらノリで、はいはい。で、通路にいる人たちはもしかしたら出たりとかなんとかした方が動きやすいかもしれませんから、ちょっと椅子を前に出してあげたりとかいろいろしてですね、はい、1個ジャンル選べましたね。もうノリで適当に、でコーチはいいねいいね、もっと教えて、それでどうなるの、もうこれだけで構いませんから、いきますよ。じゃあコーチもしっかりステート上げていきます。はい、お願いします。